バニャ、どうも、トロです。最近 FF7 に浮気していたので、キングダムハーツ関連の動画投稿はかなり久しぶりになってしまいましたが、皆様お元気でしょうか？今日は最新作、ミッシングリンクのベータテスト追加実施について、その概要の共有と、ちょっと思ったことがあったのでお話しさせていただきます。あ、全然ネガティブな話ではないのでご安心ください。それでは早速見ていきましょう。鍵が導く心のままに。まずはクローズドベータテストの追加実施についてお話ししていきます。キングダムハーツミッシングリンクという新作アプリが2024年にリリース予定になっていて、昨年1月にプロトタイプテスト、12月に iOS 版 iPhone 向けのベータテストが行われました。僕も2回とも抽選に当たって参加させていただきました。で、Android 版のベータテストが1月に予定されていたんですけど、より多くの機種で快適に遊んでいただくためにさらなる調整が必要という理由により一度延期になりました。Android 端末は性能や仕様が本当にピンキリなので、優れたハイエンドモデル以外でも遊べるようにするには一筋縄にはいかないのでしょう。特に本作は縦画面横画面の両方に対応していますので、その影響でデバッグ、バグ、不具合を見つけて修正する工程がめちゃくちゃ大変であると、12月に行われたグループフォーカステストにて開発陣が明かしていたそうです。横画面でバグ探しのテストをして、その後縦画面でも同じことをやらないといけないし、バグを発見してそれを修正した後の確認、それも両方でやらないといけなかったりすると思いますので、単純に倍以上の工数コストがかかってしまうんですよね。個人的には横画面だけでもいい気がするんですけど、本作は位置情報ゲームの側面もありますので、縦画面にこだわっているのかなと思います。話を戻して、Android のベータテストが4月19日に到着発表、4月25日からテスト実施というスケジュールだったんですが、先日さらに延期となって、変更後は当選メール配信日が4月26日金曜日、今週末ですね。テスト実施日程は5月2日の16時から5月10日17時59分までの予定になりました。おそらく前例から15時から17時頃に当落メール、当選メールが届くと思います。今回の延期の理由は iOS 版のベータテストの追加実施が決定となって Android と同じスケジュールで行うことになったためですね。どうやら昨年実施した iOS 版のテストの参加者からのフィードバックをもとに改善調整を行ったそうで、正式サービスに向けてさらなる品質向上に努めるべく iOS 版のテストが追加実施となったみたいです。今回わざわざ追加テストを行うということは、前回のテストでシステム使用面で不満に感じていたことやテスターから挙げられた不具合に対して結構な数の改善修正が入ったという可能性がありそうですね。iOS 版のテスター募集は4月22日から4月26日まで、現在募集中ですね。抽選結果の配信は5月1日頃。テスト実施期間は Android 版と同じく5月2日から5月10日までを予定していますので、参加希望の方は今すぐ応募しましょう。どうやら今回は2500名を追加募集するとのこと。あと前回のテストに当選した方も申し込み可能ですので、正式リリース版の品質に貢献してやるぜというやる気のある方は積極的に応募しましょう。僕も応募させていただきましたので、もし今回も当選したら、前回までの変更点の確認とか、不満点不具合があれば公式さんに届けようかなと思います。好きな作品を悪く言わない方がいい、けなさないでほしいみたいな風潮が、どの界隈にもあると思うんですけど、悪いと感じたところがあればちゃんと伝えて、改善につなげないと、多くの人に愛される作品にはならないかなと思います。恋愛とか、友情とか人間関係もそうだよね。悪いところをはっきりと相手に伝えず、自分の中で我慢してうやむやにすると、最終的に関係が悪くなったりしますよね。ただケチをつけたいだけとか、作品ではなくてその開発者をけなすというのは大問題なんですけど、作品に対して自分の意見でしっかりと良し悪しを伝える、発信するというのはむしろいいことだと思います。もちろん汚い言葉は使わないようにしましょう。なのでテスター参加者は心を鬼にしてミッシングリンクを少しでもいい作品にできるよう、テストを頑張りましょう。それでは今回のベータテストに関して思ったことがあったので語ります。
ベータテストの追加実施します、 Android は延期しますという公式アカウントの投稿に対して、まあ、ユーザーの方々がねいろんな反応を示していたんですけど、まあ、その中でも延期の告知を前日に行うな、 iPhone だけ3回もテストできてずるい、延期しすぎという意見が、まあ、特に多かった印象ですね。で、まあこれに対してちょっと思ったことがあったのでお話ししていきます。1つ目、延期の告知を前日に行うな、まあ、これはまあその通りですね。はい。ミッシングリンクのプロデューサーは、まあ、ユニオンクロスと同じく岡山博則氏が務めていますので、まあ、おそらく開発チーム自体もユニオンクロスと同じ方が何名か配属されていると思うんですが、まあ、そのユニオンクロスアンチェインドキーの頃から延期の告知が結構ギリギリなんですよね。例えば1月中に〇〇やりますと言って延期する場合、1月30とか31日とか、まあ、最終営業日に延期の発表をするといった感じなんですよ。まあ、特に今回はゴールデンウィークにも関わってくるスケジュールですので、まあ、テスト参加者の方々のゴールデンウィークの予定も、まあ、ぐちゃぐちゃになっちゃった方もいるんじゃないかなと思います。まあ、なのでせめてもう1週間だけ早く発表してもらえたら不満に感じるユーザーもいなかったんじゃないかなと思います。2つ目、 iPhone だけ3回もテストに参加できてずるい。これはずるくないですね。まあ、そもそもベータテストとは最新作の先行プレイとか体験版という位置づけではなくて、正式リリースに向けてバグを潰したり、テキストが小さい、報酬の回収がめんどくさい、 UI が分かりにくいなど、ユーザーが実際に遊んで感じる不満、ストレスなどをフィードバックしてもらって、まあ、改善に努めたり、作品の品質を向上させる工程ですので、ベータテストは厳密に言えば遊びじゃなくてお仕事なんですよね。まあ、それを前提に無償でも作品の品質向上に貢献したいという強い思いがあれば、まあ、自前で iPhone を購入すれば参加権を得られるわけなので、まあ、そもそもずるいと思うのはお門違いかなと思います。まあ、僕は生粋の Android ユーザーなんですけど、まあ、キングダムハーツに貢献したいと思ったので、プロトタイプテストの登録メールが届く前というか応募するときに iPhone 買いました。ちょっと値段は高かったんですけど、まあ、今の時代分割払いもできますからね。36回払いだったら月々3000円とかになるので、別に簡単に買えるかなと思います。まあでもずるいと思う気持ちはめちゃくちゃわかります。開発者とお食事ができたグループフォーカステスト、まあ、あれもお仕事の一環ですけど、まあ、僕抽選落ちたんですけど、まあ、ずるいって思っちゃいましたからね。まあ、多分こういう心の距離というか、まあ、特別な体験ができた人とできなかった人がいるというその現実から作品から離れてしまう、ファンをやめてしまう人が出てしまうのかなと思います。まあ、特に作品に対する愛が深ければ深いほど、まあ、ショックが大きくてやめちゃうんじゃないかなと思いますので、まあ、テスターは仕事とはいえど、まあ、その辺のギャップというか穴埋めというか、まあ、公式様から何かしらフォローがあると嬉しいですよね。まあ、今回で言えば Android ユーザーに対して何かしらフォローがあると嬉しいです。3つ目、延期しすぎ。いや、これも仕方がないかなと思います。 Android 版のテストだけでも2回延期してますし、プロトタイプテストの実施も当初の予定から遅れていましたので、延期という文字がちらついていますが、まあ、それほどこの作品ミッシングリンクにかかっているんでしょう。まあ、というのも世間的にスクエニのソシャゲはすぐに差し入れする、スクエニのゲームは初日に買うなといった悪いイメージが多くのユーザーに定着しているんですよね。まあ、確かに1年で終わったソシャゲもたくさんありますし、まあ、チョコボグランプリとかバビロンズフォール大の大冒険などの、まあ、パッケージソフトでも失敗していますので、これはスクエニアンチのイチャモンとかではなくて事実なんですよね。昨年就任したスクエニの桐生新社長もその事実を真摯に受け止めていて、ゲーム開発体制を抜本的に改革していくと表明していました。その世間の悪いイメージを払拭するためにも、本作ミッシングリンクで失敗することは許されないんですよね。まあ、というのもあって正式リリースまでのクオリティアップに、まあ、時間やコストをかけているのかなと思いますので、まあ、延期は仕方がないかなと思います。もしユーザー満足度の低い状態でリリースしてしまったら、ミッシングリンクだけじゃなくキングダムハーツシリーズの存続にも関わってくるかもしれませんので、まあ、徹底的にブラッシュアップしてほしいですね。そのためだったらあと 2,3 回延期しても全然大丈夫です。まあ、テスターに参加される方もこの辺の背景を頭に入れて、今後のキングダムハーツのためにも一生懸命頑張りましょう。テストしましょう。はい、今回は以上です。今回の延期に対して皆さんはどう思ったでしょうか。よければコメントで教えてください。
今回の動画が参考になったミッシングリンクが楽しみという方はグッドボタンも何卒お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まあタレイン、バイバイ。